姉ちゃんが3年生だったんです。え、うん、そうね、いや、はい、キレがいいんですよ。いや、ちょっと、ちょっと来たら、いや、もう全然変わっちゃいますよ。うん、あれだけで一回、なかなかいねえよ。おお、あの張り方いいな。ね、田村打つんだ、あそこは。こうだと思う。そう、頑張ってと、はい、また来るときに連絡もらって、はい、また教えるから。ありがとうございます。頑張ってと、はい、ありがとうございました。あれが早いんですか。あれが当たるんですよ。みんなボーカーッとくるっていうこと、ね、パツッと、うん、もう6段の時もさ、みんなブックバック打ってるんですよ。受かりますよ。ああいうとこが打たれてもいいからさ、体にやっぱ当たっていかないといけないんだな。ちょっと小出しに打っちゃったみんなね、うん、ね、うん、体のね、入っていくのが上手でしょ。こいつこれができるなったらね、もう全然打たれないのに、ね、うん、今日はあれだ、小野さん分かると思う。時にからみんな右足を引いちゃうからね、残せばいいの。あれがこう右足使いと左足使いの差なんですよ。届いちゃうもんね、同じ形も。ちょっとね、こういうの噛むんだよね、うん、ポッとこうやってくる。しばらく前は、数年前は、ね、俺がピッと巻くと芝がポロッと。ああ、そうだね。もう、こうやってるもん。だからこうやってる。芝が落ちちゃうんですよ。うん、
面白かったか、今日は。はい、面白かった、うん、ちょっとな、ちょっと新しいことやるとできるようになるから、うん、大体な、1ヶ月か2ヶ月ぐらいかかる。ちょっと岡島さんとやって先生がちょっと見てもらえるかな、はい、あ、それぞれ分かるかな、感じがいい、分かるでしょ、こうや今やって、あ、うん、いいとこ打ってましたよ、 もうああいう形なら大丈夫ですよ、ちょっとね構えがちょっとね緩んでるんですよ、ちょっとねもう少しね、もう少し出していいですよ、あの構えだとね多分ちょっと上の人になると巻かれたりすると竹刀がボロッと落っこっちゃうような感じがするんですよ、うん、これをね、うん、これをね、これはね手じゃなくてねここで締める、ここで、ちょっとこれ、これこうやって締める、自分で、あ、こうやって締める、こうほんといい構えになるんですよ、うん、そのままそうグッとね脇をね、お、そうそう、それでここでキュッとキュッと入れればいいんです、こうやって、そうすると落ちない、こうやって、うんうん、そう、そんならもう絶対いいですよ、その構えだと、うん、ね、脇締まってるでしょ、あとはねここでねやっぱりねちょっと振りがね手がこういっちゃった時に乗られちゃうんですよ、でここでねパッと振った方がいい、構えたところ振って出ていった方がいい、パッとこう、そこだけなん、もうそこだけだ。ちょっと少しね、タムラの方が早いんですよ。やっぱりもうずっとそういうやり方でやってるからね。だから乗ったりするんですよ。どう乗られますか。うんうん、だからああいう形になるんですよ。ちょっと遅れると。はい、だけどね、普通の人だったらね、乗れますよ。大丈夫ですよ。うん、だからもうここでね飛び込んでいく、パーンって飛び込んでいくんだと思ってないと。うん、もう十分ですよ。こうなってないから。姿勢は良くなってる。ああ、姿勢良くなってる。うん、俺の知ってる田村さんじゃなくなってた。優しくなりましたね。何やだって。俺の知ってる田村さん、マジで100人ずつ。ああ、ほら、全然変わっちゃったの。ほら、な。まあ、でいいよね。おお、どうだ、ほら、竹刀が振れる、竹刀が動くなった、歩いてる状態で、おー、やばい。おろ先生ね、ちょっと待って。ね、合わせから直接行っちゃうんですよ。はい。これだから届かなくなっちゃうんですよ。はい、うん、何本もね。こっからね、行かなきゃ、前は深くやりすぎるって思って、こっからね、行こうとするんですよ。こっから行こうとしたらね、ちょっとね、ずるいやつはね、ちょっと中に入ってね、こう来てね、来てからね、打とうとするから。だからね、そこを間違うと、打たされる形になっちゃうから、ここで合わせたらね、はい、これからね、ここでね、竹刀の喧嘩させるんですよ。喧嘩するつもりでね、ほらほらほらって言った時に、そこでじゃここへ来るまでにじゃ気負けしなきゃいいんですよ。ここから。はい、ここではね、絶対行けないんですよ、はい。ここでね、少しずつね、こうして、行く瞬間がさ、こう行ってさ、バッて行かないと。ダメ。うん。ここから行こうとしたらダメ。
おい、そう、今んとこだ、今んとこ。ほら、そうだ、今のだ、今の。そうそう。おい、こう。おお。ほら、そうだ、いいでしょ。よく、もうガラッと変わっちゃうんですよ。形の剣道が。ほら、うん。おお。おお、そうそうそう。おお、いい、よくなった。おお、よくなった。あのね、こっから行こうとするね、みんな。うん。おお、それが治った。そこだけ間違わなきゃ。おお。ほい。ほら、届くな。もう私、あの打てるところがみんな決まっちゃったから、今度はね、何本かはね、こう入ってさ、ホッとか入るところさ、相手が出てくるから、相手を出させてさ、竹刀をさ、パッと上からね、巻けばいいんですよ。それで相手がパタッとなるから、そこをポンと打てば、もうそれで終わりだから、うん、そこができればもうそれで終わり。もう相手をね、からさ、出させておいて、こう打つところをパッと上からかぶされば、もうパッとなったら、はあ、終わりだから、それを何本か使えばいいんですよ。もうあんまり無理してパーっていかなくても、うんうん、もうね、打てるとこはもう十分できてるから、うん、あれでもう大丈夫です、うん。